遺産処理工学の4回目の授業を始めていきます。数え上げの基礎という話を今までしてきてまして、今日が最終回になります。変化値の解き方の話、前回やりまして、で、今回はその発展版というか第2回になります。前回の最後にですね、導関数じゃなくて、母関数ですね。母関数という、ものを導入しましたけども、今回はその母関数を使って全化式を解くという話をしていきます。ですね。これが目標になります。母関数を用いて全化式解けるようになるというのが今日の目標です。で、まあ、初めに、その線形全化式ですね。前回も初めに扱ったものを、それをやります。で、まあ、それよりも複雑なものもやっていこうというのが今日の話になります。はい。ではですね。じゃあ、まず母関数何だったかということを復習します。数列 A0、A1、A2 というものの母関数というのは、まあ、こういうものだったと。何かっていうと、第 N 項に X の N 乗をかけて足したものということですね。で、この時に注意するのは、この数列っていうのは、この、A0 から始まるということでしたですね。だから、それで0から始まるっていうのは重要です。で、まあ、これはその、歴休数、無限級数なので、収束しないかもしれないんですけども、まあ、これ収束する。まあ、すごくいい意味で収束するっていうふうに思っておきますと。で、そうすると、まあ、いろんなことが使えると。いろんなことが使えるというか、そのいろんなことはですね、まあ、気にせずにやれるということになりますので、まあ、そういうふうに思っておきましょうというのはこの過程です。はい。で、まあ、前回はですね、いろいろと特定の、その数列に対して、この母関数っていうのがどのように書けるのかっていう話をしていました。で、こんな感じだったとですね。例えば、まあ、すべてが1っていうのはこういう数列、一般項1。で、これはその1マイナス x 分の1っていう母関数を持つということでした。ですね。で、まあ、これがあれば、これ2の n 乗って、こういう格好の、数列だとすると、それは1マイナス 2x 分の1ですよと、話でしたね。はい。一般的に、このアルファの n 乗っていうふうになっていると、これは1マイナスアルファ x 分の1になるということです。ですね。はい。それで、0、1、2、3ってこういう、まあ、相差数列というか、その1ずつ大きくなるような数列。この場合は1マイナス x 乗分の x。まあ、ちょっとこれがややこしいですけども、まあ、これこうなるから仕方がないですね。これになると。で、まあ、前回やったのは、この一般項が与えられて、こちらからこの母関数を求めるって、こっちをやったんですけども、今日やるのは逆ですね。母関数からこの一般項を求めて、こっち側をやるっていうことになります。だから、まあ、いわゆるその逆変換のようなイメージになるわけですね。はい。だからこれをやっていきましょうということになります。で、これを使って、全化式を解くということをやるというのが今日の目標です。まあ、これはちょっと今後使うので、まあ、ちょっと、まあ、覚えておく必要はないですけども、まあ、これを使うんだという気持ちでいてください。はい。ではですね、初めにこう線形全化式の厳密解法の話をしていきます。これ前回、出てきた、まあ、前回、前々回から出てきている、全化式ですね。n が1の時は2で、n が2の時は3。で、n が3乗の時にはなんかこういう、関係を持っているということでした。で、前回はですね、これ解くときに、まあ、特性方程式を用いたり、行列を用いるっていう方法を紹介したんですけども、今日はこの母関数を用いる方法っていうのを今からやっていきます。はい。で、まあ、今からその、まあ、手順で説明していくので、まあ、その手順に沿っていけば、まあ、できるでしょうってことになりますけども、まずそれをやっていきます。でですね、まず何か。まず重要なのはですね、この A0 っていうのを便宜上定めるというか、まあ、A0 を考えるようにするということです。何かというと、この全化式っていうのは、ここに書いてある全化式は、N が1から始まっています。ただ、母関数を定義するときの数列っていうのは、数字がですね、0から始まってますので、その0が、のときにどうなるのかってことを、まあ、考える必要があるわけです。だから何かっていうと、今、こう N が1のとき、これ、N が2のときにこれっていうふうに値が決まってるんですけども、ここから、まあ、この式が成り立つように A0 の値を決めてあげましょうと。何かっていうと、今ですね、この最後の式っていうのは N が3以上のときにしか成り立たないんですけども、これが N が2のときにも成り立つとすると、使いますね。最後の式が、n が2の時にも、成り立つとすると、どうなるかっていうと、a2 っていうのは、a1 プラス a0 になります。で、今 a0 っては定義されてないわけです。が、今ですね、まあ、これ成り立つとすると、で、そうすると、今 a2 と a1 は、ここに書いてありますから、ここからですね、A0 が決まります。3イコール2プラス A0 になるので、よってこれ A0 1になりますね。つまり A0 を1にすると、この最後の式っていうのは、2番、N が2以上で成り立つってことになります。はい。
で、まあ、A0 も1とすれば、これでよろしいということになって、つまりですね、ここに書いてある全化式っていうのは、A0 を1とすると、まあ、こういうふうに書けると。こういうふうに書けると。ですね、N が0の時には1で、N が1の時には2、これ、ここと同じ値ですね。ですね。で、N が2以上の時には、OA と同じ式で成り立つというふうに書けるわけですね。で、まあ、こういうふうに、ちょっと今言い換えましょうと、書き換えましょうと。で、この下の、数列の一般項、その AN の閉じた式が分かれば、それは上の場合と同じですよということになるわけです。だから、これ下のものを考えれば十分であるということになります。で、これ考えていきましょう。で、これ N が0から始まってますから、この数列に対しては、母関数考えられるということになります。ではですね、今この全化式から母関数が何であるのかってことを定めるってことをします。ですね。で、そのためには何するかっていうと、この両辺に x の n 乗をかけて級数を作ります。何を言ってるかというとですね、今この n が2以上の時には、この式に満たすということが、分かっているとわけですね。で、この両辺に x の n 乗をかけます。と、こうなるわけです。まあ、これ、便宜的にやってます。便宜的じゃなくて、形式的にやってます。ただ記号的にこういうふうになると。とわけですね。で、これが、まあ、x が n 乗、x の n 乗っていうのをかけて、n が2以上の時に成り立ちます。ので、これ、その和を取ります。ですね。N が2以上の時に取り、成り立つので、L が2からの限大に対して、これ和を取るということをしています。いいですかね。で、そうすると、なんか、ここの、に出てくる、この一つ一つの項っていうのが、項というか、まあ、一つ一つのこのシグマがですね、先ほどのその、母関数の定義の、形に似てるなって形に、ことになっているわけです。でも、その母関数そのものではないわけです。例えばですね、じゃあ母関数何だったかっていうと、母関数は n が0から無限大までの an、xn 乗とこういう形だったわけなので、まあ、この添え字がですね、0から始まるのか2から始まるのか、これはまあ違ったりですね、この添え字のこの、値が違ったりとかっていうふうなことがあるわけです。で、今から何するかっていうと、まあ、これをですね、このなんか母関数の形にまあ近づけていくっていうようなことを考えます。はい。で、今からですね、じゃあこの母関数のことはこの ax と書くことにしましょうと。ですね。これはですね、母関数。で、今言ったように、この母関数を使って、これ書き換えていくということをします。今、ここに書いてある式は先ほどの最後の式と同じです。で、じゃあこの左辺の方をまず見てみましょう。左辺の方ですね。そうすると、これは、n が2から始まってるんですけども、まあ、無理やりこれ0から始まるようにしてあげると、この n が0の場合と1の場合っていうのを無理に足してるわけなので、それを引いてあげれば、イコールになるということになります。はい。で、それでですね、そうすると、この前の部分が、先ほど言ってた母関数になりますから、これ母関数ですね。これ母関数。AX。で、A0 なんだかって、これ1ですね。で、A1 はなんだか、多分2だったはずですけども、それで、まあ、こんな形で書き換えられるということになります。これは左辺ですね。こちら側。じゃ同じように、じゃ右辺の方も、この AX を使ってなんかうまく表せないかということを考えます。それをやっていきますね。で、それを、まあ、まあ、いろんなやり方があるんですけども、例えばこうやってやっていきましょうと。今ですね、この初めの項は、n-1 っていうのが、ここにあるので、a-1。まあ、これをそのまま n にするために、添え字を一つずらします。だから、n-1 が n になるように、ずらすと、この無限和は2から始まっていたものが1から始まるようになると。ですね。で、x の n 乗は xn プラス1乗になるということになります。いいでしょうか。で、同じように、後ろ側の方も、an-2 となっている、この添え字 n-2 が n になるようにずらします。で、そうすると、シグマのところが n が2だったところが n が0から始まるようになって、x の n 乗も x が n プラス2乗になると。いいですかね。で、これがこの右辺と等しいわけです。で、そうすると、まあ、これはだいぶその、母関数の形に近づいてきたということになります。で、まあ、実際どういうふうに変形すべきかっていうと、ちょっと、これは、飛びすぎてるので、もうちょっとちゃんとやると、ゆっくりやると、ここの部分は、まずこの x を前に一つ出しましょうと。こんな感じで。そうすると n が1から無限大 an の x になりましょう。こうなると。で、そうすると、ここは、母関数に近づいてくるわけですね。で、母関数に近づいてくるけども、まだ違っていて、それはこの n がどこから始まるのかっていうことは違う。だからここ、本当はですね、n が0から始まるようにしないと母関数にならないわけです。ってことなので、それをそうするために、まあ、n が0から始まるようにして、anxn 乗にすると、足しすぎてるから、a0 を引いてあげればよいという形になるということですね。いいでしょうか。で、それ書き換えます。そうすると、こんな感じになると。
で、後ろの方は、この n プラス2乗の、2乗の部分を前に出してあげますと。そうするとこうなると。ですかね。で、今、A0 は1でした。ですね。で、この、このシグマで書いてあるもの、これは、母関数そのものです。ということなので、これこう書けると。ちょっと早すぎるからいいかな。x かける ax マイナス x かける a01 ですね。プラス x2 乗 ax という形になるということです。で、これが右辺になるわけですね。いいですか？なんですか？ってことは、何が言えたかというと、左辺は ax マイナス1マイナス 2x で、右辺は xax マイナス x プラス x2 乗 ax ですね。で、ここから、あれ、これいいですかね。こうなると。で、そうすると、ここからですね、AX が何だか分かるわけです。で、それを書きましょう。今作った式これです。うん。で、これ AX に載せておきましょう。で、入れとくと、まあ、こんな感じになるとですね、まず AX に関する項を左側に集めてきて、それ以外右に集めていきましょう。で、そうすると、こうなると。AX はマイナス X 2乗プラス X マイナス1分の X プラス1と。形になると。で、これで AX が何だか分かりました。で、これで、もうほぼほとんど終わってるわけですね。今、この AX を X の有理関数として表現できました。で、これでこの数列の母関数が分かったわけです。ですか？数列。AN。N が0から。の母関数が分かった。から、分かったので、あとは、これを逆変換すればいいわけです。で、先ほどですね、なんか、数列が n だったら、そこからその、1-x の2乗分の x が出てくる、できるとかって言ったから、それ、こういう関数があれば、そこからこう逆変換できるとか分かったんだけども、ここに書いてある、その母関数というか、この関数が、こういう形してないわけです。先ほど出てきた表の中のどれにもこれ当てはまらないわけですね。だからですね、今からやるのは何かっていうと、これをですね、当てはまるような形に変換してあげるという、もう一手間あります。で、それをやっていきます。はい。で、それをやります。で、そのためにこの AX イコール、これ今作った、母関数ですね。これの級数展開を導くということをします。だからまあ、基本的にはこれをまあ、テーラー展開っていうかな。まあ、それすればいいんですけども、それどうやってやるか。で、そういう時にはですね、まあ、この部分分数展開は、まあ、必要って言ってるけど、まあ、これを作れば十分です。ちょっと必要という言い方は良くないですけど、まあ、これを作れば十分です。で、それをやりましょうと。で、まあ、部分分数展開とは何だろうかってことは、まあ、微分積分学とかですね、そういうところでやったことがあると思うので、ここでは、おさらいのような形でやろうと思います。まず、この分母がこれ多項式なので、x に関する、これイコール0っていう方程式ときます。で、そうすると、これ x として2つ、解が出てきます。で、このことから、この、有理関数ですね。有理関数は、これで出てきた解を使って、x マイナスその解、分の何とかっていう定数の和でかける、っていうことになるわけです。まあ、このような A と B が1に存在します。ただ一つだけ存在します。で、それを求めてあげれば、まあ、この形になると。で、この形になると、まあ、いいんだってことは、ちょっと後で言います。これを使うと、その逆変換ができるようになることになりますけども、じゃあ、まずこの A と B を求めてあげましょうと。で、そうするとですね、まあ、これは、まあ、この、右辺の方を通分してあげるってことですね。この中から A と B 求めたいと言ってます。で、まあ、通分したものの、分子を取ってきてあげると、まあ、左辺はそのまま、右辺の方はこうなるとですね、いいですね。で、そうすると、なんかま、これと、これが、同じ、多項式なので、まあ、例えばこの右辺の方を整理してあげると、これは、A プラス B、X マイナス2分のマイナス1マイナスルート 5A マイナス2分のマイナス1プラスルート 5B、まあ、こんな感じになるわけですね。で、左辺の方は同じようになる。マイナス X マイナス1。こうなりますよね。そうすると、これ、多項式として、この2つ、左辺と右辺は等しいので、この、次数ですね。一次の項も等しいということになるわけです。つまり、マイナス1、あ、書けなかった。マイナス1は A プラス B と等しくって、かつ、この定数項ですね。マイナス1とこの後ろの部分。これは等しいと。マイナス1イコール、マイナス2分のマイナス1マイナスルート 5A、マイナス2分のマイナス1プラスルート 5B と。で、だからこれその連立方程式なわけです。A と B に関する連立方程式。
で、まあ、これ解けばいいわけですね。で、解くと、まあ、この A と B が、定まると、いうことになります。いいですかね。で、まあ、こういうふうにして、まあ、この連立方程式解いてあげるっていうふうにしてもいいですし、まあ、別の方法としては、あ、これ、やってますね。書いていたのを忘れています。はい。で、これで、これ解けばよいと、いうことになります。で、まあ、解くわけです。で、まあ、解くと、まあ、こんな感じで出てくる。まあ、これ頑張るわけですね。まあ、頑張ります。で、頑張ると解けます。で、これ解いてあげるということになります。はい。でしょうかね。で、これ解くとこうなると。で、まあ、今、こういうふうに、連立方程式を解くというような形で説明したんですけども、まあ、他の方法もあります。ちょっと他の方法で言っときましょうかね。今ですね、ちょっとこれ展開する前のところ。ここですね。ここで今、こう展開するって言ったんですけども、まあ、展開しないでやるっていう方法もあって、何かっていうと、まあ、これはその、多項式として等しいんだから、X に、特定の値を代入してもこれ等しくなるわけです。だからその特定の値を入れて代入してみましょう。例えば、X として、2分のマイナス1マイナスルート5を代入すると何が得られるかっていうと、左辺からは、マイナス、2分のマイナス1マイナスルート5プラス1って出てきて、で、さっきのどうなるかっていうと、ここに、X にこれ入れると、ここの部分これ0になります。かね。だから残るのは後ろの項だけで B かける、2分のマイナス1マイナスルート5マイナス2分のマイナス1プラスルート5と、こうなるわけですね。でそうすると、これは、もう連立方程式じゃなくて、もうこれ、文字 B だけしかないですから、これは、割と簡単に B イコールなんとかっていうふうに、まあ出せるわけです。まあ、割と簡単とは言ってますけども、これちょっと計算はもちろんする必要があります。で、まあこれをやればよいということになります。まあちょっと実際やってみましょうかね。ちょっと時間がないから。あんまりやってる。時間がなさそうなので、やめまして。で、これで、だからこれ、直接すぐ B イコールなんとかというふうに、求められるということになります。で、同じように A の方を求めようと思うときには、ここが、この後ろの項が0になるような X を探してあげればいいです。だからその時に例えば X イコール、まあ、例えばじゃないですけど、これですね。2分のマイナス1プラス、2分の1マイナス1プラスルート5ですね。とすると。で、そうすると同じような式ができるんだけども、そこはその A しか出てこない B が消えた式になるので、そこから A が簡単に求まるということになるので、まあこういうふうにやってもよいでしょうということになるので、まあそれはやり方、計算の仕方、いろいろあると思いますけども、まあ好きな方でやってください。はい。で、それでその A と B も止まると。で、求まったら何がわかるかっていうと、これが、この形、この部分分数展開がわかったということになります。で、この部分分数展開を書きましょうと。つまりこれは AX なわけです。AX、これを部分分数展開したらこうなりました。ですね。ここが先ほどの A、ここが先ほどの B になります。ですかね。で、これはですね、先ほど、初めに見せた、母関数の形に近くなってるんですね。で、ちょっとこれが本当にそう近いのかってことを確認するために、ちょっともう少しこれを変形してみます。で、そう、こうなると。今ですね、ここの、分子。これ分母ですね、分母。分母の部分が、先ほどのその、母関数の表における 1-α(x 分の1っていう形になるように変形しています。だからこの場合は何かっていうと、この、ここのですね、この分母全体を、ですね、このマイナス2分のマイナス1プラスというところで割ってるってことをしています。で、そうするとこうなると。ということですね。ですね。で、そうするとちょっとここの係数のところもそれに応じて変化するということになります。ちょっとこれはちゃんとですね、計算して確かめる必要がありますけども、こうなります。で、後ろの方もですね、同じような変形をしているということになります。で、そうすると、今言ったみたいに、ここのこの部分ですね。これがこの下のこのアルファに対応するわけです。ってことなので、このその1マイナス2分のマイナス、2分のルート5プラス 1x 分の1っていうのが、級数展開できる。こんな感じになるということがわかると。ですね。先ほどの、忘れてるのか書こうとすると、これですね。これは、n が0から無限大までのアルファの n 乗 x の乗だったので、まあ、こう書けるということですね。はい。で、そうすると、これまとめましょうと。こうなると。で、これは何をまとめているかっていうと、はじめに、シグマがあって、後ろに x の2乗があって、その間の括弧に全部入っているという形ですね。で、そうすると、ここの部分が今、これが AL なわけです。母関数の定義から。母関数の定義から。ですね。ということなので、これで一般項分かりましたということになります。したがって、n 以上の、あ、0以上の人間に対して、AL な項を書けますよということが、ここからすぐに分かります。いいですか？
で、これでおしまいですね。うん。よろしいでしょうか。はい。で、この手順に従って、この母関数を用いて全括取得ということができるということになります。よろしいでしょうか。だからまず、この手順にできるんだってことを、まず、押さえていただいて、あとこの部分分数展開するとかっていうところは割と二項的かもしれませんけども、やればできることであるということなので、ここはしっかりと計算をしてみてください。はい。いいでしょうか。ではですね、今、その旋回全化式こうやって解けますよって話をしたので、より複雑な全化式をちょっと解いていこうと思います。では、こんな形ですね。これ、線形じゃないんですね。線形じゃないけども、これやってみましょうと。ですね。どこが線形じゃないかっていうと、この 4an-1-3n-1 乗っていうのがついてるんで、ここの部分これ線形じゃないわけですね。はい。ただ、これはですね、an が一つ前の、あと、項にしか依存しないって形が、いわゆるその二項完全化式っていうふうに言うかもしれませんけども、そういうふうになっているので、先ほどの、ものよりも扱いやすいかもしれません。でも、これ解いてみましょうと。で、一応この直感を得ようと思うので、一応この式から計算できる AH、AN、A3、A4 っていうのを見てみると、これだから3、9、27、8、1とかになるので、もしかしたらこれなんかこの3の N 乗、っていう形してるのかなっていう気はするんだけども、実際にそうかなっていうことを確かめていきましょう。で、それをその、こういうふうにその、推測するんだったら、これが確かにそうであるってことを、数学的な方で証明するっていう方法もあるんだけども、そうじゃなくて、ここは、この母関数を使って、一般項を得るということをやってみましょう。先ほどと同じように、この数列 n が1から始まってますから、a0 っていうのをベン上定めようとします。で、この時には先ほどと同じように考えると、a0 を1とすれば、この最後の式が成り立つということになるので、そうすればよろしいということになります。だから a0、n が0の時には、この数列1で、1乗の時にこの式が成り立つというふうに書き換えられます。で、これの一般項を求めればよいということになりまして、先ほどの手順と同じようにして、まずは母関数を定めます。そのためには、まず、両辺に xn 乗を書きましょうと。n が1以上の時に、これが成り立ちますから、この、いつ成り立つのかってことをちゃんと追うのが重要です。ね、なので、これが成り立ちますから、xn 乗を書きまして、和を取ると。だから今、n は1乗だから、n は1以上のところでしか、これの和を取ってないと。今です、ちょっとこの、あの、シグルの書き方は、ちょっと、省略というか、なんだろうな。省略してまして、本来は n が1からの現在と書くべきかもしれませんけども、ちょっと省略して n が1以上っていうふうに書いてます。ですかね。はい。同じ意味です。はい。で、それで、先ほどと同じように、この右辺と左辺、左辺と右辺をそれぞれこの母関数を使って書いていくと。じゃあ母関数を ax を置きましょうと。で、これを使ってこれ書いていくと。今、先ほどと同じ式です。で、まず左辺の方から見ていきましょう。左辺の方は先ほどと同じような動作をするんですけど、n を0から始まることにすると、もともと1から始まってましたから、0の部分を引いてあげればよいということになります。で、そうすると前の部分は母関数で a0 は1でした。だから左辺は ax-1 になります。いいですか？はい。じゃ同じようにですね、右辺も変形していきます。右辺はですね、またこれ1から始まってるんですけども、これ0から始まるようにしたいというか、そもそもですね、ここがその an-1 になってますので、これをその an に、しましょうと。で、それでによって、ここ xn プラス1乗になりまして、シグマは n から n が0以上のところからになると。で、後ろの方もですね、同じように。この n が0以上になるようにずらすと、ここ3の n 乗 xn プラス1乗になりますと。こんな感じですね。で、これ、4x を前に出して、こっちは、x を前に出します。こんな感じになりますね。そうすると、後ろの方、ここはですね、ここはさっき言っていた、母関数なんですけども、ここの部分は、何かっていうと、これはなんか、母関数、これは 3x の母関数っていうのは言っちゃいけない。これは言い方が変です。今の言い方が良くなくて、これはそのまま、普通に、3x の n 乗が、の和が収束するとすると、1-3x。分の1になると。ということですね。それで書き直します。で、こんな形になると。ですかね。で、これがこの右辺を表したものです。ってことなので、何か、この左辺と右辺等しいから、ax-1 っていうのが、4xax-1-3x 分の x。こうなるわけですね。で、ここから ax が何だかってことを定めてあげればよいということになります。
今、ここに書いたのは先ほどの式と同じです。でこれ AX に関して解きましょう。AX に関して解きましょう。はい。で、AX に関する項を左に持ってきて、こうすると。で、まあ、これでいいんですけども、できたんですけども、ちょっとこれ、右辺もう少し簡単になるので、これ簡単にしてみましょう。まあ、通分しますね。通分するように、まあ、1マイナス 3X 両方かけます。で、足すと。で、こんな1マイナス 4X になりますから、これマイナスですからね。で、1マイナス 4X、これ消えます。だから残るのは1マイナス 3X 分の1だけになると。つまり、まあ、これで AX を X の有理関数として表現できた。まあ、つまり AX っていうのは、1マイナス 3X 分の1です。で、これは先ほどの、母関数の表における、この、1マイナス、アルファ X 分の1のアルファが3の倍ですから、それをそのまま適用できるわけですね。つまりこれはですね、3の N 乗 X の N 乗の和であるということになりますから、まあ、ここから一般項がわかるということになります。で、それ次のページでやりましょう。ですね。今、これが得られた母関数ですから、そこから、この級数展開で分かりまして、つまり一般項は3の N 乗ですという結論が得られるということになるわけです。よろしいでしょうか。はい。まあですね、これはその、ここのその級数展開、ここからですね、ここに持っていくのが、割とワンステップ。先ほどの、一つ前の例は、部分分数展開をしなくてできなかったりしたから、ちょっと大変だったんですけども、これはそういう例、そういうことが必要ない例だったので、まあ、こう簡単にまとまったということになります。よろしいですか？はい。じゃあですね、次の別の例に行きましょう。まあ、こんなやつ。こんなやつがちょっと。AN が0の時には1。で、N が1以上の時はこれ。まあ、これもまたこの二項完全化式なんですけども、3AN-1 プラス 2N と。こういう、定数じゃない項がついてると。定数ではない項がついているというような全化式です。で、これ解いてみましょうと。で、これはですね、n が0から始まっていることに注意してください。で、まあ、一応直感を得てみると、まあ、n が0の時は1で、順番の計算すると、これ5、19、63、117、97、そのですね。で、これ、この数値を見てですね、この an が何ですかってことが、なんか、推測できたら、これはなんかすごいんですけども、ちょっと私はできないですね。わかんない。ですね。で、じゃあ実際にどういうような形の一般項を得られるのかってことを母関数を使って考えていきましょう。で、今言ったみたいに、先ほど言ったみたいに、この A が0の時から始まってますから、この時には、A0 を便宜上定める、便宜的に定める必要はありません。もうすでにこれ決まってますから。だから、いきなりその級数を作るところから始まります。はい。両辺に XN 乗をかけて級数を作ります。で、N が1以上の時にこの式に立ってますから、XN 乗をかけて足し合わせるということをします。で、こうですね。この、添え字は1以上のところだけで決まっていることになります。じゃあ、この左辺と右辺をまた、母関数を使って書いていきましょう。そのために母関数を AX ときます。はい。で、今、同じ式ですけども、ここに書いてあるのは先ほどと同じ式ですけども、じゃあ、この左辺と右辺を AX を使って書いていきます。じゃあ、まず左辺の方からやります。そうすると、これは、また1から始まってますから、0から始まるようにしたら、A0 引いてあげればいいと。いうことになって、A0、1でしたから、これが AX-1 になると。あ、これちょっと先ほどと同じような形ですね。で、右辺の方もやっていきます。で、右辺の方も、まあ、同じような形でやっていくんですけども、まあ、この N-1 のところを N にするように、添え字をずらすと、X の N 乗は XN プラス1になって、N が1から始まっていたところが0から始まるようになると。で、後ろの方も、まあ、0から始まるようにすると、まあ、2N が 2N プラス2になって、X の N 乗が XN プラス1乗になると。こんな感じですね。こんな感じです。で、ちょっとこの後ろの式、これもう少し、変形して整理しましょう。で、ここの初めの部分、これは3と x を前に出して、残りこれですね。で、この部分は、この 2n プラス2を2つに分けています。で、分けてて、片方は 2x を前に出して、後ろはも 2x 前に出しています。で、注意した人に言いたいのは、これ n は前に出せません。いいですか。n は、ここで動いているものですから、N は前に出せません。いいですか？それは気をつけてください。よくね、そういうことをやってしまいがちですけども、N はここで動いているものですから出せません。いいですか？出せるのは N に依存しないものだけです。でそうすると、何かというと、ここは、これ母関数そのものです。で、ここは、もう X の N 乗の和なので、これは1枚出す X 分の1ですね。で、ここは、n かける x の n 乗なので、これは先ほどのですね、初めにあった母関数の、表から
を思い出すと、1マイナス X の乗分の X であるということになります。まあなんか、ここなんか私なんか覚えてるからこういうふうに書いちゃってますけど、もう皆さんは覚える必要はないです。先ほどの表とかですね、計算方法を思い出して、まあこれが確かにこういうふうな形の、関数で書けるんだったなってことを、まあ、導いたり調べて分かってもらえれば大丈夫です。覚える必要はないと思ってくださいですね。で、これで、実際に代入して作ってあげると、こうなりますと。作ったものをここに代入しています。あ、すいません。代入しています。ね。で、ちょっとまた、これ、ちょっと見栄えが悪いんで、ちょっと整理しますね。こんな感じだと。なんかね。これ、通分しようと思っていて、1マイナス x 2乗にして、上に1マイナス x を乗せてます。そうすると、これはですね、これ 2x 2乗、これ消えると。なって、最終的に1マイナス x 2乗分の 2x だけ残るという形になります。で、これが右辺ですね。で、この左辺と右辺が等しいという関係式が出来上がりましたということになります。はい。まあ、こういう計算をですね、間違えないように行うというのは、ちゃんとやれること、大事です。はい。じゃあ今、ここが左辺ですね。これ右辺。今、わかりましたから、ここの関係から AX イコールの形作りましょう。で、X、AX に関係するものを左、それ以外を右に揃えて、こんな形でできると、なりますね。で、まあ、これは、ちょっと、このままでいいかな。なんか、これ、後々、あれですね。部分分数分解したいので、なんか、なんだろう、なんか式の見た目としては、これを通分してあげた方がいいかなっていう気がするんですけども、後々これ自身は、部分分数展開してあげたいので、ここですぐに、すでにその、一つその、なんだろうな、その部分が、取り出されている形になっているので、まあ、それをわざわざ通分して、中に入れてあげる必要はないかなということなので、まあ、このままにしておきます。ですかね。で、これで、ま、AX が有理関数、X の有理関数として表現できたということになります。ね。で、後ろの部分ですね。これは、もうすぐにこれ級数展開できると。これは、3の N 乗 X の N 乗だと。N が0から1、無限大まで。で、わかるんだけども、この後ろの方が何だかわかんないので、後ろの方をこの部分分数展開して、その逆変換が何であるのかってことが分かるようにしてあげましょうとなります。で、ここで注意しなきゃいけないのは、1マイナス x に2乗がついているということです。だからそういう時には、ちょっと部分分数展開の仕方に工夫がいるということですね。で、どういう工夫だったかっていうと、まあ、こんな感じだと。今ですね、これを展開したいんですけども、これは、分母が3次式、x の3次式で、1マイナス 3x と1マイナス x 2乗があるので、ここでは、A、B、C って並べるんだけども、その分母は1マイナス x と1マイナス x 2乗と1マイナス 3x と、こういう3つになるということですね。いいですか？うん。で、だから1マイナス x については、もともとが2乗なので、1乗と2乗が出てくるというのが、この部分分数展開の時の方法として重要なポイントでした。これも部分分数展開のことを忘れている場合はですね、ちょっと調べたりして、思い出すようにしてみてください。で、このような ABC というのはこれ1で決まるっていうのが部分分数展開の原理でしたから、それを定めてあげるってことになります。で、これはまあ先ほど言った通り、まあこれ、通分、この右側通分して、分子が同じになるようにしてあげればよいということですね。はい。で、この分子に出てくるのが、X に関する二次式になるはずなので、それで 2X と比較してあげるということになります。で、まあそれ皆さんできると。で、まあ一応やってあげると。で、この、まあ整理したものをこの分子を書いてあります。で、先ほどやったのは、ま、この右辺を展開して、係数を比較するっていう方法と、もう一つは、その X に適当な値を代入して、そこでから出てくる、もので、値を決めるっていうものだったんですけども、まあ、ここはじゃあ X に適当な値を入れてあげましょう。まあ、例えば0と1と3分の1っていうのを入れてあげる。うん。そうすると、まあ、1を入れると、この A の部分と C の部分消えるので、B がこれすぐ止まります。で3分の1を入れると、x3 分の1ですね。3分の1入れると、ここが0になって、ここ0になりますから、この前の部分これ0になります。で、c の部分しか残らないので、c がこれすぐに決まります。で、まあ、もう一つ x 何か値入れてあげればいいんです。値上げてあげる必要があるんですけども、まあ、ここでは0にしてます。まあ、何でもいいんですけどね。で、そうすると、まあ、左辺が0になるんで計算しやすいかなと。で、今言ったように、この下の2つから b と c がもうこれ決まってるんで、ここから a がすぐにわかります。ということで、まあ、これ計算してあげると、a、b、c が決まると。いうことになります。いいですかね。うん。まあ、だから、展開して係数を比較するよりも、まあ、こっちの方が、計算上は、やりやすいかな、というふうに思うので、まず、やってみてください。はい。で、まあ、これで A と B と C が決まりました。このですね、部分分数展開決まりましたと。で、
それを代入してあげて、級数展開作りましょうということになります。ですね。今、ここで、ここの部分を部分分数部展開しました。で、前の分数も残っていると。でそうすると、この1マイナス 3x 分の1に関わる部分、これ2つありますから、まあ、これは足しましょう。こんな感じでね。そうすると2分の5になりますね。で、こうなると。で、そうするとですね、級数展開としては、この 1-3x 分の1のところ、ここは、n が0から無限大までの、3の n 乗 x なんでしょうか。ですね。で、この 1-x、この部分も同じように、これ n が0から無限大までの、これ x と n 乗と。ですね。うん。で、問題はですね、ここなんですね。ここがなんだか。これがですね、先ほどの表にないんですね。先ほどの表にあったのは、1-x の2乗分の x だったんですよ。でも、1-x の2乗分の1っていうのは先ほどの表にないんですね。で、これで困っちゃう。困っちゃう。で、困っちゃうんだけども、これはですね、頑張れば、これを使って表現できます。で、どう表現するか。あと、次のページです。まあ、こんな感じですね。実はこの 1-x の2乗分の1っていうのは、1-x の2乗分の x プラス 1-x 分の1です。これ、ま、実際に、これ、通分してあげると、1-x の2乗分の x プラス、1-x の2乗分の 1-x ですから、これは、1-x の2乗分の x プラス 1-x で、1-x の2乗分の1となりますよね。ですよね。ってことで、こんな形で、書き換えられます。で、書き換えてあげると、何がいいかっていうと、これで、この2つ、この分けた部分、それぞれ、これは級数展開を先ほどの表から知ってるわけです。前の部分っていうのが、これが n の xn 乗の、和で、n が0から無限大まで。で、後ろの方は、x の n 乗の和だと。いうことになるんで、これで、展開できるわけです。まあ一応ですね、この 1-x 分の1っていうのはここにもあるので、これまあ整理してあげた方がいいかなというふうに思うので、ちょっと整理します。こんな感じになると。ですね。で、そうすると、このそれぞれの部分、級数展開知ってますから書いてあげると。次のページでやりましょう。いや、これ先ほどと同じ式です。ここに書いてあげましょう。ここですね。ここは同じだと。ここも同じ。で、ここは同じ。で、合わせかけるので、で、これを、じゃあ、シグマを一番外に出してまとめておきましょう。こんな感じになると。ですね。そうすると、ここの部分が、an になるっていうのが、この母関数の定義だったわけですね。ということで、一般化分かりましたと。こうなると。いうことですね。まあ、ちょっと、ここちょっと順番入れ替えました。すいません。まあ、これはまあ、月々なので、どちらでもいいですけども、まあ、こういうふうにしました。はい。ということで、一般化を求められたということになります。よろしいでしょうか。うん。はい。で、まあ、こんな形で、まあ、いろんな、数列の母関数、じゃなくて、数列一般項が母関数を使って求められるってことになりますので、まあ、ちょっと、便利かなというふうに思うというか、まあ、こういうその母関数を使う方法というのは、その一般的な方法として、使えるということになります。はい。ですか。ではですね、次。ちょっともう少し、別の話で、この周期的な数列の一般項って、この話をしていこうと思います。はい。で、まあ、こんなんですね。例えば、整数、0次の整数 n に対して、こういう数列考えましょうと。何かというと、これは1,4,3,1,4,3,1,4,3 っていうのを、その繰り返し取るような数列です。今ですね、この n モッド3が0の時と、このモッド3っていうのはもちろんこの n を3で割った時の余りということですね。だから、これだから数字としてそのまま書いてみると、a0 が1、a1 が4、a2 が3、a3 が1、a4 が4、a5 が3、a6 が1、a7 が4、a8 が3、あ、こんな感じですね。続いていくと。まあ、こういうような数列です。まあ、こんな数列なんで考えるのかというふうに思われるかもしれませんけども、なんか周期的に変わる数列っていうのは実はね、よく出てきたりするんですよ。で、ですね、特にその、信号処理、前回ですね、その母関数を導入するときに、これはデジタル信号処理では Z 変換と呼ばれるんですよっていうのを言ったりしたんですけども、だから、ま、その信号処理とかの文脈で言うと、こういう周期的な信号っていうのはよく出てくるわけですね。だから、まあそういうところでも考えたりすることはあるわけですけども、まあそうじゃないところでもあったりします。それでですね、まあこういうものの一般項、これをなんか一つの式で表せますか？うん。これは、なんだろう。この上の式はなんかその倍だけするわけです。なんだろうな。
N が3で割って、それ余りが0か1か2かで、この場合だけしてこう書いてるんだけども、こういうふうに場合だけせずに一つの式で書けますかというようなことをちょっと考えたわけですね。で、これできますというのが、趣旨です。で、どうやってやるのか。まずこの母関数考えましょう。で、そうすると今こういうふうに、143、143、143、143っていうと、こういうふうに、その周期的に繰り返されるような数列なので、母関数というのは実はですね、簡単に書けます。こんな感じになりますと。つまり、この、こういうふうには書いてるんですけども、この係数が143、143、143、143とか、こういうふうにこうやって順番に続いていくっていう、こういうような母関数になるわけです。で、そうすると、何がいいかっていうと、この部分、この部分、この部分でこういうふうに分けてきます。で、そうすると、これ何になってるかっていうと、この二つ目の部分は、これは実は、x の3乗かける1プラス 4x プラス 3x の乗。こうなってるんですね。ですから、だからこの1プラス 4x プラス 3x の乗っていうので、なんかこれ、繰り出せるわけです。で、後ろの方どうかっていうと、これは、x の6乗を1プラス 4x プラス 3x の乗。こんな感じになってるわけです。で、これは、この周期的な、数列の定義から、まあ、こうなるってことはすぐにわかるわけですね。で、その後ろの部分が x の9乗かける同じもの。こんな感じなんです。こうですね。こういうふうに書きます。そうすると、これは、後ろの部分は何かっていうと、これは、1プラス x プラス x2 乗プラス点点点っていうのが、1マイナス x 分の1だったのだから、この x を x の3乗にこれ変えてあげてるわけです。1プラス x 3乗プラス x の6乗っていうのは、実はこれは3の2乗ですよね。っていう、ここと同じわけです。で、それは、この上のものの x を x3 乗に変えてあげればいいわけなので、これは1マイナス x3 乗分の1になります。これ、ここですね。という形で、ax は1マイナス x3 乗分の1プラス 4x プラス 3x の2乗という形の有理関数として書けるってことがすぐにわかります。いいですか？で、これが分かれば、もうあとは、先ほどの流れにも乗っちゃってるわけですね。いいですか？で、そうすると、これ、あとは、じゃこれを、分数展開して、ゴニゴニョとやってあげようということになりますので、それをやってあげましょうということになります。で、そうするとですね、この1マイナス x3 乗分、1マイナス x3 乗の、コン、1マイナス x3 乗イコール0の解っていうのをまず知る必要があります。で、そうするとこれはですね、いわゆるその x の3乗根っていうのが3つ出てきます。出てきます。1マイナス x3 乗イコール0を取ると、x としては1とオメガとオメガ2乗。ただしオメガっていうのは e の3分の 2πi 乗ですね。いいですかね。うん。だから、まあ、これちょっともしわかんなかったら、これは、コサイン3分の 2πi プラス i 3分の 2π ですよっていう、これはこういうことですね。はい。うん。で、2乗だと。うん。まあ、こういう形でその1の3乗根をかけるってことは皆さんご存知ですよね。で、まあ、だからこれを使って、分数展開してあげればいいということになります。で、それをやると、だからその 1-x、オメガ -x、オメガ 20-x 分ので、この ABC、これをさらに見てあげればいいということになります。いいですかね。で、まあ、これやるわけです。はい。やるわけです。うん。で、やると、まあ、これ、ま、また、このまま頑張って計算してもらうわけです。まあ、例えば、その、また通分して、分子を比較すると、あ、分子を比較すると、まあ、こんな形になると。で、これは、その、また任意の x に出すので、まあ、x に適当な値を入れてあげて、計算すればよいと。だから、まあ、この場合、x として多分、1とすると、ここ消える。を消えるから A だけ残ると。そんな感じですよね。だからここから、A イコールなんとか分かると。で、X イコールオメガとすると、何が分かるかっていうと、ここが消える。ここ消えるから B が分かると。で、X イコールオメガ2乗とすると、ここが消えますね。ここが消えて、ここが消える。ので、C が分かると。という形で、皆さん A と B と C が計算できると思うので、これやってみると。で、やってみると、次のページのようなこと形で計算ができます。ね、こうですね。うん。こういうふうに方程式できまして、ここから、まあ、A と B と C を、求めてあげると。で、こんな形になると。で、まあ、求まったんですけども、ちょっとですね、この A と B と C っていうのは、ちょっとこれは、
まあ、これで正しいんですけども、これもう少しその簡単にできるんですよね。簡単にできるというか、まあ、できればその簡単にしてほしいと思うのです。まあ、これ簡単にする必要があるかと言われると、ちょっと、まあ、まあ、どうところではあるんですけども、簡単にしてほしいです。できれば。その方が見やすいので。まあ、これ見にくいですよね。見にくいっていうのは、見にくいっていうのと見にくいっていうの、その両方ありますけど、まあ、見にくいですよね。ので、まあ、整理してほしいと。で、整理するっていうのはどういうことかっていうと、まあ、いわゆるその有理化というか、有理化とは言わないけども、まあ、そのできる限り、オメガ使わないような形。例えば、このオメガ4乗とかっていうのは、まあ、使いたくないわけです。なんでかっていうと、オメガの3乗が1なんてこと、我々これ知ってるわけです。だから、この3オメガ4乗っていうのは、これ3オメガに等しいわけですね。というような形で、いろんなところをちょっと簡単にしていきたい。で、簡単にすると、オメガの2乗も消えてるということがわかります。で、それは、消えるというか、オメガの2乗を使う必要はないということがわかります。で、それをちょっと次のページやっていきます。で、それをですね、A から順番にやっていきますね。で、そこの部分が案外技巧的なので、ちょっとちゃんとやると。で、今これ A これでした。で、これを、何をするかというと、今言ったみたいに、オメガ3乗イコール1っていうのは我々知っています。で、オメガっていうのは、1の3乗根でしたから、1プラスオメガプラスオメガの2乗、これ0になります。ですね。はい。だから、それに注意すると何が言えるかっていうと、まずですね、これ A でしたけども、この、分母を展開します。これ展開しました。で、展開するとこうなると。で、これをただ展開しただけですけども、オメガの3乗はここから1です。で、オメガの2乗は、ここの部分をこれ使うと、オメガの2乗イコール、マイナスオメガマイナス1になります。それをここに書いてます。そうすると、このマイナスマイナスオメガ、マイナスオメガ、で、これ、オメガ消えます。ので、これは全体でこれ3分の8になるということがわかります。いいですか。だから、もともとですね、A はなんかこんな形で書かれてたんだけども、この形でですね、この A というのが、そもそも、実数である。ってことは分かんないかもしれませんけども、まあ、こういうふうに整理してあげると、確かにこれ実数なのが分かるということですね。で、じゃあ B も同じような形でやってみましょうと。で、B こんな形でした。で、まずこれもですね、いろいろと考えたいんですけども、ちょっと分子そのままにして分母だけまずやっていきます。で、分母は、この後ろの部分。これは、オメガかける、オメガ引く1ですね。なので、まあ、そう思って、まあ、オメガを前に出して残っている部分を展開するとこうなると。ですかね。うん。これはいいと思います。で、そうすると、オメガの2乗、先ほど言った式を使って、マイナスオメガマイナス1にします。ね、そうするとこの、このカッコの中の部分は、マイナス3オメガになりますね。うん、だから、全体としてこの分母の部分は3オメガの2乗になります。ですか。で、この等式ですけど、これ何やってるかっていうと、このオメガ2乗で、この分子を割ってます。そうすると何が出てくるかっていうと、オメガ2乗分の1プラス、オメガ2乗分の4オメガプラス、オメガ1乗分の2乗、これ2乗です。オメガ2乗分の3オメガってのができます。オメガ2乗が出てきます。で、これは何かというとですね、まあ一番後ろの部分。これはまあ3なんですけども、初めの部分。これは何かというと、これはですね、オメガ3乗が1だっていうことを気にすると、これはオメガになります。で、同じことをすると、ここの部分、これは、4×オメガの2乗になりますね。ですかね。で、それがここに書いてあります。いいですか？うん。まあ、これしたかったので、まあ、分子は先ほどそのままに置いておいたということになります。で、今、オメガ2乗ありますから、それをこの式使って簡単にすると、マイナスオメガマイナス1になります。で、整理すると、マイナス1マイナス3オメガになると。だから、ま、この B っていうのも、オメガ1つ使うだけで、ま、表せた。という形になります。いいですかね。はい。で、まあ、同じような形で C も変形していきます。C はもともとこの式だったんですけども、まずこれは何をしているのかというと、いきなり、これ、オメガ2乗2つありますから、そこにマイナス1、マイナスオメガを入れてます。で、そうすると、何が残るかというと、こうですね。前は2プラスオメガで、後ろは1プラス2オメガになります。はい。なんかこれもっといい変形方法あったかもしれませんけども、まあこういうふうにしてます。で、分母展開すると、これですね、2プラス5オメガプラス2オメガの2乗になって、オメガの2乗にマイナス1マイナスオメガを入れます。で、これで、分母を簡単にしますと、あ、2が消えるんですね。こうなります。3オメガになります。
で、それで、割と分母が綺麗になったので、このオメガでまた分子を割ります。そうすると先ほどと同じ変形をすると、オメガ2乗プラス4オメガプラス3が出てくると。こうなりますね。で、オメガの2乗をマイナス1マイナスオメガでまた、簡単にしてあげると、2プラス3オメガ分の3、違う、3プラス3分の、3分と2プラス3オメガが出てくるという形になります。いいでしょうか。まあ、こんな形で、まあ、その A とか B とか C は簡単になるので、まあ、できればこういうふうに簡単にしてください。簡単にしてください。お願いします。で、これによって、まあ、部分分数展開ができましたということになります。こういう形ですね。これが A、これが B、C です。で、先ほど言ってたような形で、まあ、1マイナス X 分の1、これはもう我々、級数展開これ知ってますからいいんだけども、この、じゃこの後ろの部分、これよくわかんないので、ここのところを書き換えます。で、こんな形が書かれると。ですね。ここはその、まあ、分母、前の部分にオメガ、後ろの部分にオメガ分の1かけたという感じですね。で、ここは前の部分にオメガ2乗、後ろの部分で、をかけて、後ろの部分はオメガ2乗で割ったということになります。ですかね。で、これをやれば、この部分、わかります。級数展開わかります。けども、まず、まあ、その前に、ちょっとこう、簡単にしました。これは先ほどと同じような変形してあげると、まあ、できますから、これちょっとやってみてください。ここではもう一回やんない。大変なんでね。これ、できます。で、そうすると、例えば、ここの部分ですね。これは何になるかっていうと、n が0から無限大までの、オメガ分の1の n 乗 x。こんな感じになると。ということですね。で、この後ろの部分も同じ感じで、n が0から無限大まで、オメガ2乗分の1の n 乗 x でしょ。こんな感じになると。完全、これになると。ということで、級数展開ができまして、これが得られるということですね。はい。で、まあ、ちなみに、オメガ分の1っていうのはオメガ2乗ですし、オメガ2乗分の1っていうのはオメガなので、まあ、それを使って書き換えると、こんな感じになると。あ、まだやってなかったですね。まとめて、こうなると。今、学会をしました。はい。ということで、これが、これが、AN になりますよという形で、この AN というその周期的な数列の一般項が一つの式で書きましたということになります。で、これは結論です。ね。回答例としては、任意の0以上の n という整数に対して、こうなりますよと。まあ、ただし、オメガっていうのは、ちゃんと定義してください。オメガはこれですよと。ですね。で、まあ、こういうふうにですね、この周期的な信号があって、まあ、だからこれでこの一般項を求まったんですけども、このようにですね、この周期的な、数列の、まあ、こういうふうに一般項というか、こういう形を得ることを、まあ、逆離散フーリエ変換と呼ぶことがあります。あります。はい。逆でいいのかな？これ多分、これ逆のはずですけども。はい。はい。ということがあります。ので、まあ、だから、これはだから、皆さん、その、フーリエ級数とかフーリエ変換とかって、勉強したことあるかもしれませんけども、まあ、そこでやってることとほぼ同じ。だから、それの、離散版なんですよね。離散版になっているということになります。で、なんだっけ。演習問題はですね、この周期が4の場合の話がありますけども、まあ、実際ちょっとやってみてください。どんな感じなのかやってみてください。はい。今日早く終わっちゃうわけですね。まあ別に構わない。で、まあ実際にそういうふうに計算してみたら、ちゃんとその、正しいかなってことを確認してもらうっていうのは重要かもしれません。実際にやってみてください。これちょっと、まあこれはまあなんだろう、戯れにやってみただけなので、実際に A0 は1になって、A1 は4になって、A2 が3になるってことを、そこではちゃんと計算で確かめています。ちゃんとこの、なんだろう。この一般項を見ると、AN というのは、複素数である。ということはわかります。このそのオメガって扱われてるから、だから AN ってのは複素数なんだけども、実際に計算してみると確かにこれが整数になるんだってことは、わかるわけです。で、これは、まあ、どちらかというと、その、計算をしないとわかんないっていうところもありますよね。だからこの形だけ見て、この AN っていうのはこれは整数だってことを、見抜くのはなかなか難しいと思うんですけども、実際に、まあ、この A0、A1、A2 っていうのを計算してみると、確かに、このオメガっていうのがこう消えていって、1になったり、4になったり、3になったりすることがわかるので、まあ、実際にやってみてもらうといいかなというふうに思います。はい。そうですね。よろしいでしょうか。
で、まあ、ちょっと、早く終わりそうだけどいいかな。最後にですね、母関数が収束しない場合って話をします。先ほどまでですね、この母関数っていうのは、その、まあ、AN の XN 上の和として表されるもので、それは収束するんだってことを仮定している話をしたんだけども、まあ、実際にはですね、そんな、収束しない場合もあるわけです。で、まあ、困るわけですね。例えば、こういう、あるとします。で、これの一般項を求めたい。しますよね。で、これはですね、困るんですね。母関数使えない。なんでかっていうと、これはですね、この AN っていうのが、まあ、端的に言うと、指数関数的な、増加よりも早く増加します。皆さんなんかその増加のスピードといったときに、指数関数的に増加するっていうのが、一番早い増加のスピードだと思ってしまうことがあるかもしれないけど、そんなことなくって、指数関数よりも早く増加する関数なんていくらでもあるので、で、実際にこの AN っていうのはそういうスピードで増加します。で、あるので、この場合、母関数は使えないんですね。で、まあ、実はどういうふうに使えないかということを言います。だから、この場合、この ANXN 上の和っていうこの級数が収束しないわけです。なんでかっていうと、実際に、この ANXN 乗と AN-1AXN-1 乗っていうものの比を考えてみます。比を考えてみると、この、n, an-1 プラス 3n-2 っていうこの式ですね。この式は、まあ、n, an-1 よりも大きいですね。この 3n-2 が1以上だったら。うん、だから、まあ、n が1乗の時にはそうなります。ので、この比っていうのが、n かける絶対値 x 以上になります。だから、あよりも大きくなります。だから、いわゆるその収束半径というのはちゃんと定められない。だ収束しないということになります。ということになって、まあ、だから、この母関数を、用いる方法が、使えない。で、これで困っちゃったな、ということになるわけですね。で、まあ、困っちゃったな、ということになるんですけども、だけども、まあ、この一般項を求めたいということになるわけですね。で、どうするかっていうと、これ、まあ、実はこれ、このままでは使えないなんですね、実はね。ちゃんと言うとね。だから、この級数を考えているから使えないんですよね。だから、まあ、別に言うとすると、うまく、収束するような、級数を作ってあげればいいでしょう、ということになります。で、まあ、そういうことも、まあ、踏まえて、次のような、級数を考えましょうと。何かっていうと、AN の代わりに、ここに書いてあるこの BN という数字を考えます。で、それは AN を L の階乗で割ったものです。L の階乗で割ったもの。うん。で、これの母関数を考えましょうと。つまり、この XN 乗の係数が N の階乗分の AN であるような級数を考えます。で、まあ、ここではこの BX とか書くことにしましょうと。これをですね、この数列 A0 点点点。の指数型母関数ということがあります。まあ、何がこれ指数型なんだっていうふうに思うかもしれませんけども、まあ、こういうふうな名前がついてあるんで、まあ、そういうふうに呼びます。で、この N の階乗で割らないものですね。この普通の母関数の方は、まあ、通常型母関数と呼ばれます。だから、まあ、この2つは、まあ、区別するわけですね。で、区別するんだけども、実際は先ほどの数列については、この指数型母関数ですね。この N の階乗で割ったような、ものを考えてあげると、この BX、これはちゃんと収束して定義されるということになります。ので、これを考えます。じゃあ、これを使って、なんだっけ、一般項を求めるということをしていこうと思います。で、まあ、一つ注意があって、このような形でですね、N の階乗で割っているので、先ほどのようなですね、その級数の話が、逆変換ですね。逆変換が使えなくなります。だから、逆変換と変換の表がですね、指数型母関数に対してまた新たに必要になるんですが、その部分は今からやる話では簡単なものしか出さないので、特に、その表を作らずにやっていこうと思います。はい。で、先ほどのこれが数列ですね。で、この AN に対して、この A の階乗分の AN というのを、考えると、どうなるかというと、それがこうなりますね。だから、まず、左辺を N の階乗で割ると、BN ができます。で、4を0の階乗で割ると、0の階乗1ですから、これ4です。ね。で、後ろの部分、これそのまま N の階乗で割ると、こうなりますね。ね。そうすると、ここの部分、N の階乗で割ったら、これ何が出てくるかっていうと、これは N-1 の階乗分の AN-1 になります。
例えば BM の話なんですね。これは都合がいいんですね。これまあ都合がいいように、これは私が作ってるんで、まあ都合がいいです。で、後ろの部分。N の階乗を 3N で割ると、N マイナス1の階乗分の3。で、この部分、そのまま。こんな感じになると。で、こういう数列ができます。で、これはですね、もうそもそもですね、こう自然数列ではないんですね。整数列ではないんですね。だから、まあ、扱いにくいかなっていう気がするんだけども、先ほど言ったように、母関数は収束するので、母関数を用いた方法は使えます。で、それをやっていきましょうと。で、やると。で、それで、そこからやる話は先ほどの流れと同じです。B0 は定義されてますから、ですね。いきなり級数作ります。だから X に乗をかけて級数を作ります。で、これが元々の全化式で N が1乗の時で出すものだったので、両辺に X に乗をかけますと。この辺ですね。で、和を取ると。N が1からですね。和を取ると。で、こんな感じになると。で、これを、使っていきましょうと。で、この左辺と辺を、母関数を使って表すということなんで、その母関数を今じゃあ BX と書きましょうと。だからそれちゃんと書く必要がありますね。BNX の N 乗を N から0、N が0から無限大までを BX と書きます。ことによってその BX を使って表します。で、そうすると左辺は、N が1から始まってますから、0からにすると B0 を引いたければいいと。で、この前の部分の級数が BX になってますと。B0 は先ほど4でした。これで左辺が決まります。で、右辺の方はまた問題ですけども、右辺の方は先ほどとまた同じように、ずらしていきます。で、そうすると、まず、初めのところですね。これは、N-1 を N にすると、ここが0になりますね。で、XN 乗は XN パーセッションになると。で、この N-1 の階乗を N の階乗にすると、N は1からではなくて0からに始まって、XN 乗が XN パーセッションになると。で、後ろの方は、これは、足してます。N が0の場合は足してます。で、足して N が0の場合は引くという形に、で、変形してます。で、そうすると、まあ、整列とこんな感じですね。これいきなり出てきましたけど、何かっていうと、まあ、これ前の部分は X を1個出して BX。で、後ろの部分はこれいきなり書いてますけども、ここからやろうかな。ここからやります。これは、どうなるかっていうと、これは、2×N が0から無限大までの L の階乗分の X の乗ですね。こうですね。で、この後ろの部分、これですね。これは我々がよく知っている級数で、それがこれ下に書いてありますね。N の階乗分の1の X の乗の和っていうのは、これは E の X 乗になりますよというのが、これは我々がよく知っている指数関数のテイラー展開です。ね、だから、ここ、2の 2×E の X 乗になります。いいですかね。で、同じことをこの前の部分になります。これはその 3X3 とこの N プラス、1の1を前に出して、だから 3X が前に出てきて、残りが E の X 乗になると。こんな感じですね。いいですか？で、これで右辺ができましたということになります。で、この左辺と右辺が等しいですということになります。だからですね、その指数型母関数の場合にはこういうですね、指数関数のテイラー展開が出てきたりとか、まあ場合によってはその三角関数のテイラー展開が出てきたりとか、いろんなテイラー展開が出てくる可能性があります。ので、まあそこら辺はですね、またちょっと思い出してもらう必要があったり、まあ調べてもらう必要があるということになりますね。で、この左辺と右辺が等しいので、こういう等式ができます。これ先ほどと同じ、先ほどの式です。左辺イコール右辺です。で、ここから BX イコールを作ります。ですね。まあ、で、これ、まあ実際これ計算してもらえばいいんですけども、計算してもらうと、まあこんな感じになると。で、これは BX です。で、まあこれの逆変換を求めてあげればいい。そうするとですね、まあこの EX、これは先ほど言った通り、この N が0から無限大までの L の階乗分の X の乗。で、これ後ろの部分。これは、まあ 6×N が0から無限大までの、X の乗。こんな感じだと。まあ、これは分かってるわけですね。で、問題はですね、真ん中の部分、これ分かんないと。で、ここの部分、なんとか展開してあげたいと。で、まあ、こう展開してあげたいんで、まあ、皆さん頑張ってですね、これをですね、微分して、テイラー展開を求めるって形のことを、それをやっても構いません。それをやってもいいですけども、まあ、ここではそうしないと。そうせずに、まあ、別の計算法でやりましょうと。で、これ、級数展開にしていくんだけども、今、この前の部分のこの二つ、これバラバラにこう、級数展開してみましたと書きます。ちょっと、後の都合上、この前の方、1マイナス x 分の1の方は、k を使って書いてて、e の x 乗の方は l を使って書いてます。で、これを展開するわけです。で、そうすると、
これを展開しようとすると、n が0から無限大までの x の n 乗っていうのがなんかあって、この前になんかこう作っていう、こういう形になるわけですね。こういう形になるわけです。で、どうなるかっていうと、まあ、その先に見ようかな。こんな形で書きますと。何かっていうと、今、ここに来たのは先ほどのこう、あの四角ですね。四角です。で、何かというと、今この x の n 乗っていうのを作ろうと思ったら、前の方からいくつか項を取ってきて、後ろの方からいくつか項を取ってきて、この、x の k 乗と x の l 乗をかけたら、x の l 乗になりますよっていう、こういう形になってるわけですね。で、そのような取り方を全部考えなくちゃいけないので、例えばこの l が0、1、点点点、n の時には、k としては n、n-1、点点点、0、を選ぶことになります。ですかね。で、そうすると、なんだろう。このですね、この選び方。これに応じて、この L の階乗分の1っていうのがここにこう出されていくわけですね。これ、K という逆の方が良かったですね。だから、この、0の階乗分の1、1の階乗分の1、点点、A の階乗分の1っていうのが足されて、A 素についてくる。っていうのが、まあ、ここからわかるということになります。いいですかね。ちょっとここは L の方が本当によかったですね。すいません。ちょっとわかりにくかったかもしれないけども、まあ、その L をまた K と置き換えたと思ってください。はい。で、まあ、これは等式は成り立つということになります。それで、じゃここの今、青く書いたこの和の部分、これ何なのかっていうと、これは、これ、まあ、これ以上簡単にできないですね。これ有限和ですからね。有限和ですからね。だから、まあ、そのままです。そのまま。で、シグマと XN 乗を外側に出して、中の部分を書いてみると。で、これが B なわけです。BN。ですかね。で、果たして BN がわかりました。この場合は、これ、しょうがないです。このままです。でも、まあ、これは有限和だから、まあ、これは、計算できるものですね。なってます。で、ここから AN が分かるということになります。で、AN は何だったかっていうと、BN を N 階乗分の AN というふうだったので、AN っていうのは L の階乗かける BN です。だからこれに N の階乗かけたものが AN になります。ということを見ると、AN というのは 6N 階乗プラスこれ、マイナス3。これですね、これ、マイナス3。ということになります。いいですかね。だからこの 6N の階乗のこの部分が、この、まずその AN っていうのが、指数関数的な増加よりも早く増加するんだってことを、まあ、如実に表してるわけですね。N の階乗っていうのは、思い出してもらうと、だいたい、ルート 2πn、イーブン N の N 乗ぐらいだったっていうのが、そのスターリングの公式だったので、だから、これもう、すごく指数関数的な増加よりも早く増加するって話でしたよね。だったので、確かに、この普通の通常型母関数を使うだけでは、まあ、これ求められないなとかわかるわけですね。だけども、まあ、今この指数関数的じゃなくて指数型母関数を使うことによって、この一般項を求められましたという形になっています。今ですね、これはその通常型母関数が、収束しない場合に、この指数型母関数を使うんだっていう形で指数型母関数を導入しているんですけども、実は、通常型母関数が収束する場合にも別にその指数型母関数を使ってもいいわけです。で、そういう意味で、その指数型母関数の方が汎用性は高いです。汎用性は高いです。ただし、そこで出てくる、そのテイラー展開とか級数展開っていうのが、その指数関数が出てきたりとか、三角関数が出てきたりとかということがあり得るので、まあ、そこら辺の、処理というのがちょっとややこしくなる可能性があります。でも、まあ、それはそれでですね、まあ、数学的には面白いので、ぜひ、やってみてください。はい。それではですね、今日のまとめになります。はい。母関数を用いて全化数が解けるようになるというのが今日の目標でした。はじめにその線形全化式、前回解いたようなものですね、に対して、まあ、例をやりまして、その後により複雑な全化式ので、特に最後の方ではですね、周期的な数列において、そのフーリエ変換のような形のものが出てきたりとか、普通の母関数が収束しない場合にも、工夫をすることで、母関数を使えるんだという話をしました。でですね、今日、まあ、この、1時間ぐらいで、この母関数に関する話をしたんですけども、この話はですね、もう初歩中の初歩になります。で、この母関数の話ですね、もう本当に膨大で、もうそれだけでも、
なんだろう。まあ、もちろん、その、1学期間の授業ができるだけじゃなくて、多分、3年ぐらい授業ができると思うんですけども、まあ、3年でも足りないぐらい、もうすごく膨大な理論になっていて、それはですね、その解析的組み合わせ論っていうふうに言われています。その組み合わせ論、数え上げを行うってことと、その解析学とか微分積分の知識をうまくその融合して使っていくということになるわけですね。で、そこではですね、今日は全然出せなかったんですけども、複素関数論が非常に重要な役割を果たすってことがわかります。わかっています。ので、まあ、こういう話、興味がある人はぜひ勉強をしてみてください。はい。それでは今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。